えー、こんにちは、やいろです。えー、今回は、えー、軸の作り方というテーマで、えー、お話をしていきます。よくですね、こう、あの、うまい人のプレーを見て、あ、軸が安定してるね、とか、頭動かないね、とか、やっぱ体感が強いね、とか、はい。まあ、そういう方いると思うんですけど、あの、それ全然違うので、あの、どうやって軸を作れば、えー、っと、まあ、綺麗に見えるかなっていうポイントになってくると思うんで、まあ、ちょっと参考になればと思います。はい。まあ、今回の話は割と重要かな。 でちょっと軸を作るためにじゃあどうするのかっていうのを話をしていくので、あの、ちょっとこういう練習というか、素振りというか、していただきたいんですけど、えっ、ー、と、じゃあちょっとフォアハンドで説明すると、えっ、ー、と、軸を作るためには、今これ今、両足の間に、あの、まあ、頭がある状態。これまだ軸ができない。できないというか、はい。軸を取るためには、どっちかの足に頭をずらす必要があるんですよね。これ、左か、いい。で、じゃあちょっとフォアハンドの時に、 軸を取るためにどうしたらいいかというと、この右足の上に頭を乗せます。で、足の、右足の上に頭を乗したまんま、体をひねっていただいて、まあ、実際にはこれあの、股関節がこう、ひねられるんですけど、股関節をひねったから体の向きが変わったっていう状態ですね。これ1。で、その後、えっと、この頭の場所を変えずに、体を回し戻します。これ2。で、その後左足に移って,て3。 1,2,3えっと、これ上手い人。じゃあ下手な人。右足乗せて1。これ一緒です。右足に乗せて体を回して1。左足に体が頭がずれながら2。これ良くない人。で、これでラケットを持つと上手い人。1、2、3。これは、 早く振ったとしても、あの、頭は動きません。打つときに。打球の、するときに。これに膝の曲げ伸ばしは入れても一緒。膝を曲げて、伸ばしたときに、右足の上に頭が乗って、乗ってるときに腕を振ります。これをしてほしいので、ね、胸を使って肩を動かしてほしいんですけど、その時、顔の向きも右になるんですよね。こうした後、腕を振ったから、 体が前に向かされて、左足に体重がずれます。じゃ、下手な人はどうなるか。右足に乗ってて、これまでは一緒だとして、こっから、右足で、こっちに、こっちに向かって、蹴り返します。これ頭が動きながら打ってます。動いた後打ってます。この状態になると、安定しないですよね。なんで、えっと、ちょっと素振りからまずやってほしいので、 まずは今さっき言った右足に乗せた状態で、体をひねって、戻して、左足。両腕と、ラケット、ラケット、首の動きを考えながら、1、2、3ってやっていただければ。で、これができるようになったら、あのー、地面を足で蹴っていただきたいんですよね。ちょっと難しいかな。慣れてない方は難しいと思うんで、ちょっと間違いですね。間違い。 間違いは、これです。右足に乗ったんだけど、蹴ったことによって、地面を蹴ったことによって、腰がこう、体が左にずれていくのは間違いです。で地面を蹴るんだけど、右足に残ったまんま、地面を蹴るんだけど、右足のことは振って左にずれていく。えっと、こういう状態を、ベースにできれば。 で、これっていうのは、あの、移動する方向だったり、速度によってちょっと変わるところもあるので、ちょっとそこも一応説明していきます。えっと、まずですね、簡単なのは、右方向に移動したい場合、まあ、テイクバック管理して、こう移動していって、右足を準備します。で、この後、えっと、軸を取るためにもう一個の方法があるんで、えっと、ちょっと先に説明すると、 地面を蹴りたいなら、間違いは、蹴り返します。移動していって、左方向に蹴り返すと間違いの方になるんで、右に移動してるんだったら、右にそのまま、蹴ってほしいんですよね。で、ちょっとこの軸の取り方もあるんで、えっと、ちょっとさらっと説明すると、えっと、ちょっと素振りしてみてほしいんですよね。これあの、よく僕のお客さんにしてもらったりするんですけど、フォアハンドで、 あの、右足一本で、えっと、立っていただいて、素振りでいきますか。これ、ゆっくり振るなら簡単と思うんですけど、早くなればなるほど、こうやってちょっとフラフラしていくんですよ。で、フラフラしないためにどうするかというと、左の足を使います。両腕が、右から左に早く動くので、左足を左から右に動かすと、これ、軸が取れるんですよね。 これ今右足の上に頭が乗ってて、両腕と左足が動きが割れてます。交差することによってバランスを取っている状態。なんでこれは僕はよく言うあの、右に移動しながら打つといいよっていう動画今までも言ったことあると思うんですけど、ボールが遠いなら無理に早く追いつかずに右方向に移動しながら打てれば、 右の足を軸に、じ、あの、うん、右の足から頭を中心に、両腕と左足が動く状態になるんで、練習できればで。さっき言ったように移動が必要ないなら、これフットワークの話で僕はあの、基本的に棒出しですよって言いました。棒出しっていうのは、足幅が狭い方が間違いにくいんですよね。足幅が広くなればなるほど、こういう間違いになる方がいるので、広い、広くなってもこうしたいんですよ、ね。 でも、狭い場合っていうのは、間違いがそもそもしにくいので、正解にしかなりにくい。なので、狭い歩幅でやった方が間違いにくい。だけど、広、もし足をしっかり広げて腰を落としたいんだったら、ちょっと待って、ボールが遠かった。はい。足を広げて腰を落としたいなら、右足を伸ばした後に、伸ばした時に頭と直線になるんで、 伸ばした後、振ってこっちに戻れるかなっていう、えー、練習をできればと思います。はい。じゃあですね、ちょっとあの、大事な話なんですけど、あの、隣から、あの、保育園の子たちが来たので、はい。まあ、今日はあの、ちょっと軸の話を、まあ、ざっくりしました。えっと、ま、ちょっと押されるだけ、最後。右足を軸に、右足を軸に体を回転させて、回転させ終わった後に反対の足にずれるパターン。っていうのと、右足を軸に、 えっと腕の重さの移動に対して反対の足を利用して、えー、バランスを取るパターンという話をしましたはい、まあ、そんな感じで、えっと、参考になればと思います <laughs> こんにちは、はい、バイバイ今ちっちゃい子たちが <laughs> バイバイちっちゃい子たちがあのここあのテニスコートもあるんですけど壁打ちもあるんですけどはいバイバイ あの、公園なんで、はい、あの、公園に、あの、ちっちゃい子たちが遊び来ました。はい、そんな感じで、今回の動画、ありがとうございます大丈夫ですはい、今回の動画は終わります。以上です。ありがとうございました。